皆さんこんばんは。今日は12月12日水曜日です。ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？では最初に今日お伝えするニュースの項目です。官報に国家平和秩序評議会 NCPO による政治活動禁止令を解除する旨が掲載されました。阿古文雄大臣が高速鉄道プロジェクトに関する最新の情報を明らかにしました。ウンアイラックフェスティバルは大勢の人でにぎわっています。続いてニュースチャンネルです。今日は腐敗防止政策と対策を徹底し続ける政府というニュースチャンネルをお伝えします。以上、今日のニュース、ラジオタイランド、宮井義明でした。